次にマイナンバー制度について2点お知らせがございます。まず1点目、今週の月曜日からマイナンバー制度の情報連携の本格運用が始まりました。このマイナンバー制度の情報連携とは、社会保障関係等の事務を処理するときに専用ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人情報をオンラインでやり取りをするというものです。具体的には熊本市と佐渡市等との間で個人情報を照会し回答することになりますが、その結果社会保障関係の等の手続きで必要だった添付書類の提出が一部不要となり、該当する事務は26事務、42手続きで、市のホームページに一覧を掲載をしております。今後は国が情報連携のデータ項目の修正等を行い、順次提出が不要となる添付書類およびその事務が拡大される予定ですので、より市の手続きが簡素化され、市民の皆様の負担が軽くなる、軽減されてくるものと考えております。次に、2点目でございますけれども、こうした情報連携を含めてマイナンバーカードが必要になってくるわけでございますが、このマイナンバーカードの取得率アップキャンペーンを行います。マイナンバーカードの申請には、これまで区役所等で、マイナンバーカードの申請書を、お渡しをし、個人で顔写真を撮っていただいて、郵送などで申請をしていただいておりました。この場合ですと、その場で申請が完了しないことから、市民の皆様の中には手続きが煩雑に感じられる方もいらっしゃったのではないかというふうに思います。そのため12月から2月末までの3ヶ月間マイナンバーカードを申請書のお渡しと顔写真撮影を職員が無料で行い、申請に必要な手続きをその場で一度に完了させることで取得率の向上を目指すキャンペーンを行うことといたしました。マイナンバーカードは身分証として利用できるほか、住民票の写し等のコンビニ交付、e-tax 等にも利用できる大変利便性の高いカードでございます。この機会にぜひ市民の皆様にご申請をいただければというふうに思います。